一個だけあのお金って返すつもりがあるとか。いや返すつもりとか、はい、決めんでください。僕答えられないので。サングラス姿で記者の質問に答える男。スカイプレミアムインターナショナルで日本の営業統括を務める水島忍容疑者です。3時前です。容疑者の男が今福岡空港に到着し警察署に向かっています。捜査関係者によりますと、福岡県警などは水島容疑者らスカイプレミアムの幹部の男ら4人を金融商品取引法違反の疑いで逮捕したということです。スカイプレミアムはシンガポールに本社を置いていて、エージェントを使って勧誘し、日本全国でおよそ2万2000人から FX 投資名目でおよそ1200億円を集めたとされています。しかし実際に取引が行われた事実は確認できておらず、福岡など各地で集団訴訟を起こされているというスカイプレミアム。福岡県内に住む50代の女性は、小学校の同級生を通じてエージェントを紹介され、スカイプレミアムのセミナーに参加しました。どんな内容のセミナーだったんですか？会社の説明ですよね。シンガポールにも行ってたし、旅行みたいな感じでシンガポール、その映像が流れて、こんな風にゴルフしてますよ、こんなお買い物をして私は得しましたみたいな、まあ、キラキラした映像が流れて。女性はエージェントの甘い言葉に乗せられ、夫婦で1750万円を投資したといいます。配当これぐらいあるとか具体的な数字で 10% に今なってる。日本人は投資に対する意識が低いので、銀行から借りてでもね、入れる価値があるからって。しかし配当を受け取る前にスカイプレミアムが金融庁から業務禁止および停止命令を受けたことを知り、返金を申請しましたが、いまだ1円も返ってきていません。スカイプレミアムは集めた金を返すつもりはあるのか。 TNC は先週、日本の営業統括責任者水島容疑者を直撃しました。1個だけあのお金って返すつもりがあるとか。いや返すつもりとか、はい、決めんでください。僕答えられないの で、ね、お客さんが直接送ってるので、はいはいはい、僕らが預かってないので、あ僕らの手元には当然お金が、スカイの手元にはお金がないので、まあ、そうですよね、はい、すみません。 お金は最後返ってくる。僕はそう思ってます。あ、はい、分かりました。自分も当然運用してるので。これまでスカイプレミアムは金融庁に対し、集めた1200億円のうち500億円は投資家に返金したが、預かり資金の残高は不明と説明していて、警察は今後実態解明を進めるとしています。